あ、どうも皆さんこんにちは。ペットボトルでね、浮力を追加したり したんですけど、結局ですね、トイレの水漏れ解決しなかったんです。というか、まあボールタップからの水漏れですね。で、まあ、動画でですね、皆さんご指摘していただいてですね、まあ、改めてこのパッキンそのものをですね、解決しないことにはどうしようもないということで、止水弁買いに行ったんですよ。そしたら島中行ったんですけど、島中じゃね、なんか全然ダメで、なんか、まあ、悪い、その悪い店員さんじゃなかったんですけど、まあ、結局教えてくれなくてね、ハンズの相談カウンター行ったら、これで治りますよみたいな感じでね、実はここを外れるんですよ。ほら外れるんですよ。僕これね、なんかシールでのり付けされてるのかなと思った、強力な接着剤で、実はそうじゃなくって外れるんですよね、これ。で、一番最初に考えた一番安い方法っていうのは、薄いゴムシート買ってきて、ここにね、強力な接着剤でゴムとゴム同士だったら多分結構くっつくんで、それで解決するのが一番安いかなって思ったんですけど、こういうの売ってたんですよ。で、売ってたんですけど、これね、3つ入ってたんですけど、全部同じものじゃな、全部同じものかと思ったんですよ。穴が開いてるじゃないですか。あ、これはなんか TOTO 専門のね、 TOTO 専用のやつなんだって思ってたんですけど、実は3種類あって、いろんなその止水弁に使えますよっていうやつだったんですよ。なんでこんな感じで合っちゃうんですよね。僕最初ね、ネットで拡大のやつをね、ジャニスに合うっていうんで、拡大のやつをその現物合わせでね、島中でやろうかなって思ったんですけど、結局、拡大もなくって、で、まあ最後にね、まあ、ここにたどり着いたわけですよ。教えてもらったわけですよ、ハンズのね、店員さんに。これ合うんですよって、まあ、だから結構ね、僕ハンズね、今までなんか高いだけのお店かと思ってたんですけど、目から鱗ですね。ハンズの相談カウンター、あそこ目から鱗あるんでね、もしよかったら行ってみてください。で、直していきます。こういうことですね。緩めてみましょうか。もう12時間以上経ってます。完璧ですね。治りました。おめでとうございます。